基調講演になります。本日の基調講演のスピーカーを紹介します。株式会社銀行の森川ムート様です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、Web3 がもたらすサービスグロース、プロダクト開発への変化とはと題しまして、森川様よりお話いただきます。森川様よろ,よろしくお願いします。 皆さん、こんにちは。どうも、カビシゃじゃ銀行の森川と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい。では、本日はですね、Web3 がもたらすサービスグロースとプロダクト開発の変化というテーマでお話していきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。 改めてですね、私の自己紹介させていただきます、株社大学銀行の代表の森川と申します。私自身はですね、京都大学在学中からこうブロックチェーン、まあ、最近だと Web3 と呼ばれる領域ですけれども、に関わっておりまして、だいたい2015年ほどからこの領域におります。 で2017年にこの株式会社銀行を創業して、ですねあの本日、今日のお話の中で出てくるんですけれども、まあ、暗号資産ですとか、NFT、トークンといわれるような、まあ、そういったデジタルアセットを管理するシステムの提供ですとか、あとはあ企業様がブロックチェーンを活用される際に、そういったインフラを提供するような事業を行っております。それ以外にも、ですねこうブロックチェーンの入門書などのもあの数冊出させていただいて、まあ、こうブロックチェーンのこう啓蒙というところでも活動させていただいております。 で我々の会社ですけれども、Web3 Development Company というところを掲げておりまして、企業様が Web3 というところを領域にこう参入される支援をさせていただいております。で、まあ、そのですね、そもそも Web3 というところ、まあ、本日のテーマではあるんですけれども、まあ、それが何なのかというところと、まあ、それによってこういわゆる Web サービスというものがどういうふうに変わっていくのか、でそれを開発していくときにですね、どういったこう変化がです、ね、あるのかというところをお話していきたいというふうに思っております。 ウェブ3というキーワードなんですけれども、お、ま、そ、あ、らくあの耳にしない日はないぐらい、あの皆さん聞いたことあるかなというふうに思うんですが、流れとして申し上げますと、まあ、2020年末頃からこう暗号資産のブーム、まあ、といってもです、ね、こう価格がどんどん,どんこうビットコインがこう数百万超えたみたいな、そういうのがどんどん飛び交った後にですね、で2021年には NFT というものがあのどんどん入ってきまして、 で、まあ、そのデジタルアートが数十億、数百億で売買されたですとか、まあ、この子供が描いた絵があの数百万、数千万でやり取りされたっていうようなことがあった後にですね。で、そういったところで NFT っていうのが非常にトレンド化した後に、こうメタバースというものも合流して、こう Web3 というのが、もうちょっと立体的な、まあ、バズワールというか、一つの潮流としてですね、注目を集めてきたというような流れになっております。 で、日経新聞ですとか、まあ、ワイヤーの主要メディアもですね、2022年の重要トレンドとして、ね、まあ、特集化を含んだりですとか、国内でも Web3 をテーマにしたイベントっていうのが数多く実施されているところかと思います。で、まあ、この Web3 というもの、 あの政府も注目しておりまして、今後その政策の中でもですね、Web3 ですとか、あと NFT ですかね、というところをどんどん取り入れていくというふうな動きになっておりますし、岸田総理も Web3 はこう日本の経済成長につながると確信しているというふうな発言もあったりですとか、まあ本当に日本というところもそうなんですけれども、Web3 というのが非常にあの注目を集めていっているというところでございます。 で、まあ、これにはですね、こうスタートアップ業界っていうのはもう当然注目をしておりまして、で、まあ、スタートアップの資金調達自体がですね、この数年でいくとどん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 こう大きくなっていったっていうところはあるんですけれども、まあ、特に Web3 っていうところは過熱しておりまして、まあ、2021年の94ですよね、にだけ見てもですね、500件以上のディールが成立していてですね、調達金額100億ドル以上にアヘになっているというところですね。 で、2021年におけるですね、調達金額っていうのは、4兆円に到達しているんですけれども、まあ、そのうちですね、こう5%以上が Web3 分野に流入しているというところで、まあ、非常に多くの資金がですね、入ってきていると。で、資金だけではなくて、人材というところも Web3 領域にどん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 入ってきてまして、まあ、シリコンバレーのまあ著名な IT 企業からですね、Web3 業界にまあ多くの人材が入っていてですね、まあ、こうちょっと代表的なところでいうとこう、まあ、メタ、 のまあリブラプロジェクトの元 CMO がこうサークル社っていう,こうステーブルコインの会社に行ったりですとか、アマゾンの人間がまあジェミニーの CTO になったりですとか、いわゆる Web2 っていわゆる企業から Web3 の企業にですね、どんどん移ってるっていうのがまあ非常に印象的な状況になっているというところで、世界的に言っても Web2 からの Web3 っていう潮流がまあ生まれてきているというところですね。 で、じゃあ、まあ、その Web1 とか2とか3っていう話があるんですけども、じゃあ、それがそもそも何なのかというところを見ていきたいというふうに思います。で、まあ、この、まあ、この辺のご説明はですね、よくお聞きになれた方も多いかなというふうに思うんですけども、まあ、ェブ1と言われるものが何なのかというところでいくと、本当にあの初期のホームページのようなものでして、まあ、サーバーにこう、ウェブサイトがあってですね、で、それをこう、ユーザーはまあ読み取るだけという状況で、まあ、本当にこう、見るだけというのが Web1 と。 というところで、まあ、非常にこう一方向的な情報空間であるというふうに言えます。でそこからですね、クラウドですとかスマートフォンというのは、いろいろなものが、環境が整備されていって、まあ、今、皆さんが慣れ親しんでいる Web2 という状態になるんですけども、まあ、Web2 というのは、ですねこうデータを読み取るというだけではなくて、こうユーザーがこう書き込めるというところですね。 まあなんか一番わかりやすいのの掲示板とかがわかりやすいのかなと思いますけれども、まあそういったものが初期的にはあって、で、そこからまあユーザーもどんどん書き込んで、読んでっていうのをこう繰り返していくよになることによって、コミュニケーションが生まれてくると。で、そこで、まあツイッターですとか、まあフェイスブックなどの SNS ですねっていうところが出てきたわけなんですけれども、まあそういったことができる情報空間というところで、Web2 というのは、こう、双方向的な情報空間というところで、これが We Web1 とのですね、大きな違いですね。 なので、ユーザーというのは、これまではあの発信者、限定された発信者があの提供するコンテンツを読み取るだけだった。見るしかできなかったんですけども、そこに対してユーザーというのもどんどんコンテンツを自ら生み出し、その中に関わっていくようになったというのが Web2 の大きな違い。 で、まあよくあの UGC など言われますけども、まあユーザーがコンテンツを作って、で、そのコンテンツというものが、まあそのこう Web サービスの中にどんどん蓄積されていってですね、で、その蓄積されていくコンテンツとかデータというものが価値を持って、そのウェブサービスがさらにこう価値を持って成長していくという、まあこのユーザーの行動によって成長がグロースされていくというモデルがこの Web2 の特徴的なポイントになっております。 で、まあそこからのですね、Web3。まあここでいくと Web3.0 なんですけれども、まあこれが何なのかというところで2006年に実は提唱された定義がありまして、こインターネットの海の上のティム・バーナーズ・リーさんが言ったやつなんですけれども、まあ Web をですね、先ほどのこう、コンテンツの置き場所で、まあ人が読み取りやすい HTML っていうデータを置く場所というふうに見るのではなくてですね、もっとこう機械が読み取りやすいものに変えていってですね、で要は何がしたいかというと、その データを活用して、ビッグデータ活用して、もう少しこうワールドコンピューター、クラウドコンピューターのように活用していこうじゃないかというような考え方が、この時に言われてた Web3.0 で、いわゆるこうセマンティックウェブといわゆるな考え方になっております。で、当時の提唱された Web3.0 の要素でいくと、まあ、人工知能とエッジコンピューティング、あと分散データベースというところで、まあ、これらの要素が合わさったものが Web3.0 というふうに言われておりました。 で、まあ、これはですね、まあ皆さんおそらくピンとくるかと思うんですけども、なんか今言われてる Web3、Web3、まあ、とはちょっと違いそうだなっていうに思われるかと思います。まあ、それはおっしゃる通りでして、まあ、現在注目を浴びている Web3 と呼ばれるものは、あのちょっと定義が異なっております。で、これはですね、あのイーサリアムというブロックチェーンの共同創業者のギャビンウッドが提唱しているものなんですけれども、Web3、まあ、というのはあの管理者を必要としない、まあ、ここがポイントになっておりまして、まあ、トランザクション環境、 というふうなところが Web3 になっております。まあ、ちょっとあの分かりにくいかなと思います後ほどちょっと説明していきたいと思います。2014年にこの Gabin が提唱した Web3 の定義というのは、以下の4つの要素を持っているものというふうに言っておりまして、ユーザーインターフェースですね。まあ、これは当然、ユーザーが見るためのインターフェースなんですけれども、あとはあ性的なコンテンツ、動的なメッセージ。で最後は管理者を必要としないトランザクションというふうに言っております。 で、これちょっとイメージで書くとこういうふうになっておりまして、まあ先ほどその Web1 と Web2 というふうに言ったものが、あのコンテンツがただ置かれている、で読み取るだけだっていう話があったと。それはあの性的なコンテンツで。先ほどのですね、ギャビン・ウンド氏の定義をこうイメージにしたものはこういったものになっております。で、あの、総合的なユーザーインターフェースというところ。まあこれ自体はですね、こうあのウェブサイトなどを見たりですとか、まあアプリでもいいんですけれども、まあそのスマートフォンだとか、まあブラウザやアプリというものですね。 で、ここであの見てきたのは、その性的なコンテンツと動的なメッセージというところで、あの性的なコンテンツというのは、まあ、いわゆるこうコンテンツを読み取るということで、動的なメッセージというのは、それに対してこうユーザーがこう書き込んだりするというところですね。でこれはあの先ほどあの説明した Web1 と Web2 のところの特徴と一致しているというところです。で、そう見たときに、じゃあその新しい要素が何なのかというところでいくと、この Web3 というふうに書いているところですけども、トランザクションになっています。 で、ここでですね、こう、リードライト、オウンというふうに書いてる、このオウンが何なのかというところでいくと、 まあ、トランザクションというのが、先ほどで言うと、その管理者がいない状態で実行できるトランザクションというふうな話があったと思うんですけども、まあ、この管理者が何かというところで言うとですね、ま、先ほど言うと、ウェブサービスの運営者とか、あとはいわゆるこう、プラットフォーマーというようなところですね。で、そういったものに依存せずにトランザクション、これつまりはま、データを、データとかコンテンツをいかに保存するかっていうところなんですけれども、まあ、ここではトークン、 というふうに言われてまして、で、そのトークンというものを管理者なしにいかに価値保存するかというところが Web3 の機ーになっていると。で、これがなぜそういうふうな話になるのかというと、先ほど Web2 の世界ではこうユーザーがどんどんコンテンツを生み出して、で、そのコンテンツというのがまあこう Web サービスのに蓄積されていって、で、それ自体が価値になっているというような話があったかと思います。で、そこにある価値というものは、Web ウェブサービスの提供者とかプラットフォーマーの中に管理されているんですよね。 で、そうなるとユーザーが価値を生み出してるんですけども、その価値っていうのはユーザーの手元には残らないと。これまあ Web2 の課題とかよく言われるところだったと思うんですが、まあそういった価値というものを、まあトランザクションなし、ないしはこのトークンっていう形で、 いかにこの管理者とかまあプラットフォーマーに依存せずに管理してユーザー側にある程度こう保全させてあげるのかというのが重要だというふうなことをまあこのギャビングッドては考えていてだからこそこ Web3 ではこうトランザクションつまりはこうトークンの情報というものをいかにこう管理するかまあ管理下に置かずに管理するかというのが大事だということを示しています。 で、まあ今、ちょっと繰り返しになってしまうんですけれども、先ほどのその、セマンティックウェブだって言ったウェブ3.0の定義から、こうギャビングとしてのこうウェブ3の定義に変わっていった。まあ、あの、世の中的にも今そちらが受け入れられつつあるわけなんですけれども、まあそれがなぜかというと、まあこの GAFAM ですよね、まあよくこうプラットフォーマーによる、あの、支配など言われたりしますけれども、まあこういったこうウェブ、 っていうものが広がっていった中において、特にこのプラットフォーマーと言われる人たちがどんどん,どん,どんこう支配的な地位についていったというところの逆転の発想から Web3 っていうのが出てきてあまして、先ほど申し上げたようにユーザーですとかもしくはそのプラットフォームの上で Web サービスを運営する企業というものが まあこうコンテンツというものをどんどん生み出して、で、その上に乗っかるまあウェブサービスやプラットフォームの価値っていうのを引き上げていったんですけれども、それに対してのこう見返りというかリターンというものがあの比較的少ないんじゃないかっていうところ、で、結果としてこうガファムっていうのがまあ特権的な地位にいて、どん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 こう自分たちが利益を得ていったんじゃないのかっていうのはまあ批判からですね、ウェブ3っていうところのまあそういったこう価値というものをまあ自分たちがちゃんとこう保全できる、もしくは あの、プラットフォーマーに依存せずに管理できる環境が必要なんじゃないかっていうような発想に至ったわけですね。で、まあ、よくこう Web2 で言われる課題っていうところを整理すると、まあ、先ほどから申し上げたように、こうユーザーがコンテンツを生み出した場合の対価っていうのが不十分なんじゃないかっていうところですとか、で、こう生み出した価値っていうものが、まあ、ユーザーの手元にはなくてですね、実際こう企業の管理下にある。で、まあ、それによって、こう情報っていうものと富の偏在が生じてるんじゃないかっていうような、こういった課題感があったというところですね。 でまあ、そのにまあアンチ程度として Web3 というものが生まれてきて、ですね、まあ、そういったこうトークンというものですとか、まあ、そういったこう価値というものをプラットフォームに依存せずに管理できるようになったということによって、まあ、どういうふうなこう構造的な変化が生まれているかというと、まあ、Web3 の会社というのはまあサービスです、ね、サービスというものは、企業のテイクレート、まあ、そのまあマージンが少ないというようなところがありまして。 ウェブ2の代表的なクリエイタープラットフォームっていうところでいくと、いわゆる SNS もそうですし、YouTube とか、App Store などもありますけれども、それに対してウェブ3の代表例という,こうオープンシーンこれ NFT のマーケットプレイスですね。クリエイターが NFT を発行して、それをあの売買した時に捉える手数料が、例えばこれは2.5%だっていう。 書いてるんですけども、まあ、この2.5%っていうところ、まあ、他のプラットフォームに比べると非常に小さいですよねっていうところで、まあ、このテイクレートが非常に小さいというところが、まあ、先ほどから繰り返しですけれども、あのユーザーとかクリエイターに対してのまあ対価っていうのが、まあ、Web3 の場合はこう十分あの大きなポテンシャルを持っているというようなことになっている。 で、実際に、じゃその還元っていう部分においては、まあ、より大きくなるというところで、なんで Web2 っていうところが、まあ、結局その成長っていうのはどういうふうに生まれてるかっていうと、こうユーザーがコンテンツを出して、その Web サービスの価値を引き上げていっている。 にもかかわらず、ユーザーに対してのリターンが小さいんじゃないかっていうところ。で、まあ、とはいえですね、そういうところは、まあ、クリエイターエコノミーっていう文脈でも多々言われていまして、まあ、しっかりとユーザーへの還元、クリエイターの還元っていうのも Web2 の企業ってやってきてはいるんですけども、Web2、まあの代表的なクリエイタープラットフォームの累計勧約っていうのは、ここに書いている金額で、まあ、Spotify とかで、まあ、なんか 7, 7ビリオンだったりとか、まあ、YouTube で15ビリオン。 で、あの、まあ、Facebook に出たら300ミリオンで、なんかちょっと少ないですね、みたいな話はあるんですけど、まあ、これに対して NFT っていうのは、まあ、ちょっと推定ですけれども、まあ、3.9ミリオンまでいってますねっていうところなんですね。で、ここで、あの、非常に重要なところが、あの、全体の総額っていうのも当然、 あの、重要なんですけれども、まあ、あの、すごい勢いで、あの、NFT の場合は増えていってるっていうようなところなんですけれども、こう、アベレージ、あの、クリエイター一人当たりにどれだけの還元がされてるのかというところが非常に重要で、まあ、そのこの軸で見ると、あの、NFT っていうのは非常に、あの、他の Web2 のプラットフォームに加えて大きな、あの、還元額になっているというところが、あの、注目すべきポイントになっています。まあ、ですので、あの、 ずっとこうお伝えしている通り、Web2 っていうのは、やっぱユーザーがまあコンテンツを生み出してその価値で成長してきたっていうところ、で、そこの成長をもっと分かち合うべきなんじゃないかっていう考えがあるわけなんですけれども、まあ実際 Web3 っていうのはまだ黎明期ではあるものですね。それはあの非常に体現するあの領域なんじゃないかっていうのが、まあこれアンドルーセンが出してるレポートの中のデータなんですけども、まあちょっと示されてるということですね。 で、その時にじゃあその還元っていうのが何なのかっていうところでいくと、あの、まあ、Web3 ではトークンっていうものがキーになってですね、の価値競争と価値還元を行うキーアイテムになっています。で、トークンというのはブロックチェーン上で流通するデジタルな価値を持つ資産っていうところで、この価値を持つ資産、まあ、言ったらそのコンテンツ、前なんかインスタグラムのこう写真だとか、まあ、あの、Twitter のツイートでもいいんですけども、そういったユーザーが生み出すコンテンツによって生まれる価値、 が表現されたもの。それがトークンなんですね。で、それはブロックチェーン。まあ、もっぱらブロックチェーンの上で発行されるもので、暗号資産というふうに呼ばれたりとか、NFT というふうに呼ばれたりとか、あ,あとはステーブルコインとか、セキュリティートークンというふうに呼ばれたりとか、いろんなあの呼ばれ方があるはあるんですけども、こういったものを総称してみんなトークンというふうに呼んでいます。 で、いわゆる Web3 サービスって何なのかというところでいくと、まあ、このですね、トークンというものが組み込まれた Web サービスの総称だというふうに思っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思ってまして、なのでそ Web3 サービスというふうに聞くとですね、なんか全く新しいものに聞こえるんですが、 Web3 っていうのは、まあそういったこう、ユーザーとかクリエイターに対しての価値還元っていうものをトークンを組み合わせることによって、これまでより良い形にしようというふうに考えているものであるというふうに見たときにはですね、こういわゆる Web2 的なサービスに、このトークンっていうものが組み合わさったもの、それが Web3 サービスだというふうに考えていただくと、こうプロダクト開発、Web3 サービスを開発しようというときにイメージしやすいんじゃないかなというふうに思っております。で、じゃあこのトークンというのがですね、なぜこう注目されているのかというところでいくと、 このトークンがこの3つの要素を持っているんですね。で、まずこのファイナンス、で、次にマーケティングっていうところと、このマイダイズという3つの要素があります。 で、あの、トークンっていうところでいくと、あの、まあ、皆さん ICO っていうのをお聞きになられた方がいたりとか、まあ、日本でいくとその IEO、イニシャルエクステンジオファリングっていうのがあったりするんですけども、ただそのトークンっていうものを、まあ、発行してですね、で、そのトークンを売り出すことによって資金調達をするというような手法がございます。で、そういった意味でいくと、まあ、トークンっていうのは、ちょっと株式等とはちょっとまた全然性質が違うものではあるんですけども、まあ、いったら電子マネルなもので、それをま、先に売ることによって調達すると。 で、それによって、まあ、ファイナンスができるという,こう手法で、まあ、まずファイナンスというところは当然そうなんですが、次に、じゃあ、マーケティングっていうところは何なのかっていうところでいくと、まあ、トークンというのは、あの、その性質上ですね、こう売買されることによって、 まあ、あの、暗号資産だと一緒なんですけど、ま、値上がりも期待できるようなものなんですね。で、そういった意味でいくと、あの、販売をした後に、そのトークンの価値段受給で決まるので、トークンを持ってる人っていうものは、例えばそのトークンが紐づく何かしらのこう、ウェブサービスがあった際に、それが人気になればなるほど、きっとトークンの価値上がるはずだっていうふうに思うわけですよね。で、そうなると、トークンホルダーという人たちっていうのは、ま、そのトークンに紐づくウェブサービスを周りの人により広めるインセンティブが、ま、これまで以上にあるわけですね。 確かに、こう、ウェブサービスとか、アプリケーションを使っていて、いや、このアプリめちゃくちゃいいねっていうので、こう、口コミ書いたりですとか、友達にこう、お勧すすめするみたいな。で、もしかしたら、お勧すすめすると、こう、まあ、あの、キャッシュバックみたいなのがあるんで、お勧すすめするみたいなことあるとは思うんですけど、トークンを持ってる場合っていうのは、そのトークンを持ってるがゆえに、そのサービスがグローすると、その分トークンの価値もグローすると。価格が上がると。っていう、まあ、そういう値上がりの期待があるので、どんどんどんど、んこう、他の周りの人に広めるインセンティブが、これまでの仕組みよりも、あの、強く働く。 まあ可能性があるというところがこうマーケティング要素として考えるところですね。まあ、このあたりはまあなんかちょっとその株式を持ってるっていう感覚に近いというのもあるんですけども、まあそういったあの強烈なあのマーケティング要素っていうのを持っています。で、最後前は 3, 3番のマイタイズってところでいくと、まあ、特にその NFT の場合に言われるところなんですが、 まあデジタルコンテンツっていうものは、これまでなんかコピーとかがまあ容易だったので、あまりこう物販的にそのまあビジネスモデルとか販売をすることがあまり適してなかったんですが、NFT っていうものでいくと、いわゆるこうデジタルコンテンツをこう唯一無二にできるみたいなあの話があるかと思うんですが、まあそういった NFT っていうものを先にその販売をすることで、それによって販売収益を得るっていう、そのちょっと物販的な あの収益モデルが作れるというところで、まあ、これまでの,そのコンテンツビジネス、まあ、あの物理的なコンテンツビジネスをやられた会社さんからすると、まあ、非常にとっつきやすいというところで、まあ、デジタルコンテンツの新しい販売手法、マネタイズ手法というところでまあ取り入れられたりしているわけですね。 で、まあ、これ一つの例なんですけど、だこの三つがなんでこれ連鎖的に起きるのかっていうところでいくと、例えばあのゲームの会社さんがいたときにあの、ゲームを開発したいというふうになると、まあ、最初ってそのリリースまでに非常に長い開発期間があって、でそこで本当、まあ、数億とか、まあ、下手した数十億くらいの開発費をかけてですね、リリースするわけなんですけど、あのこういったトークンを使ったときにどういうふうな方法を考えられるかと言いますと、ゲームの中であの扱われるゲームアイテム、 っていうものが、例えば NFT っていう形でデジタルアイテムが、まあ、あってですね。で、その NFT っていうものをゲームをリリースする前に販売しちゃうんですね。で、NFT のゲームアイテムをいっぱい販売して、そうするとそこでこう調達ができるわけですよね。まあ、なんかファイナンスとマイタイズがその時点でできてると。本来であればゲームが遊ばれてからユーザー課金してくれて回収されるんですけども、まあそこをマイタイズをもう最初にしちゃうと。しかもファイナンスも一緒にできちゃうと。 で、そこで NFT のアイテムを持ったユーザーたちがどうなってくるかっていうと、まあ、ゲームリリース前からですね、このアイテムっていうのはきっと、なんかこうすごいアイテム違いないとか、もしくはこれはレアだから、なんかレアがりするかもとか言って、いろんなこうユーザー同士をですね、コミュニケーションが発生すると。でそうなると、マーケティング効果にもなってくるわけですよね。っていうところで、NFT っていう形で、 あのゲームアイテムを発行して販売するっていう行動をして、まあ、それ企業家側してもマネタイズとかキャッシュフロア良くなるっていうメリットもありながら、マーケティング要素もつ、まあ、いてくるというところで、まあ、非常に一つの大きな、まあ、手法としてはあの注目さ、まあ、注目に値するんじゃないかなと思ってまして。 まあそういった実際あのプレイトゥーアーンとか、まあブロックチェーンゲーム、NFT ゲームとかいろんなこう呼ばれ方ありますけれども、まあそういった領域であのゲームの世界では活用が進んでいるので、やっぱりこのトークンっていうのがまあ成長のエンジンとして活用されるっていうのはまあ今後非常に増えるんじゃないかなというふうに思ってお で、まあ、トークンのお話をしたんですけれども、なので、このプロダクトを開発する際に、まあ、これまでは、こう、まあ、そのプロダクト、もしくは Web サービスのユニットエコノミクスっていうものを考えていかなきゃいけないよねっていうのは、もう、まあ,あ、る意味、ちょっと耳たこのような議論であっただと思うんですけれども、これからは、あの、ユニットエコノミクスっていうか、要はユーザーをいかに、まあいか、どういう単価で獲得して、で、そのユーザーにどれだけの価値を、まあ、ある意味、落としてもらうんだっていうような考え方から、 トークンエコノミクス、トークのミクスって言われるときもあるんですけども、トークンを軸にしてですね、まあ企業もそうですし、あとはそのトークンを売買して投資家とかもいるわけですけども、あとはウェブサービスをあの実際に使っていくユーザーっていうのを含めて、いかにこのステークホルダーとして巻き込んで、トークンを軸にしたこうエコノミー、エコノミクスを作っていくのかっていう、もうちょっとこう多面的なというか、ユーザーから、ユーザーと企業っていうこの 相対ではなくてですね、トークンを軸にして、一緒にどういうエコノミクスを作っていくのかっていう、まあ、価値を競争する、ステークホルダーとして見なしてですね、設計していく必要があるというところが、一、まあ、つの大きな考え方の変化が必要なところかなというふうに思っています。で、このトークンエコノミクスを考えるときに、どういった観点じゃ考えればいいのっていうところなんですけれども、まあ、3つありまして、 まだ、あの、経済学的観点というところで、まあ、トークンを、まあ、どれぐらいの、こう、利回りで、どういうふうに、こう、回していくのかっていうのもそうですしいや、トークンの供給量、発行数どれだけにするんだとか、あと、その、じゃあ、焼却っていうのをしていくのか、まあ、ちゃんと数を減らすのかどうかですとか、まあ、先ほどあの申し上げたように、トークンの価値っていうのは、基本的には受給で今決まっているので、当然、あの、供給絞れば、あの、価格が、まあ、上がるかもしれないですし、まあ、もしかはまあ、そういった焼却すればいいですとか、その数をどう,う制限していくのかっていうのは、コントロールのところが必要になってきますし、 まあ、トークの割り当てっていうのも、だ企業側がどれだけ保有しておくのか、もしくはユーザーに対してどれぐらい配布するのか、もしくはマーケティングでどれだけ使うのかとか、そういったこうトークの割り当てっていうのもしっかり考えていかなきゃいけなかったりですとか。 あとは、あの、法的観点っていうところも当然必要でして、まあ、トークンっていうものは、日本で行くと、あの、資金決済法でですね、もっぱら規制されておりますので、まあ、そういった、あの、暗号資産関連の規制に抵触する恐れがないのかっていうところですとか、あとは、あの、もしトークンを持ってるとですね、何かしらこう収益の分配が得れるですとか、そういった風にしてしまうと、有価証券に該当する可能性もありますので、まあ、そのあたりが問題ないのかですとか。 1円イコール1トークンみたいな、まあ、そういったこうペグ型っていうんですけども、あのかあの価格をあの固定した形でトークンを作ってしまうと、まあ、それあのステーブルコインに関連する規制にあの該当する恐れがありますので、まあ、そういった部分が問題ないのか。 っていうのは、まあ、経済学的観点でトークンこういうふうにすると、ユーザーとかまあ企業も含めてみんなハッピーだよねっていう仕組みを考えるんですけども、まあ、それがあの法的にどうなのかっていうのを見ていかなきゃいけないわけですね。で、さらに、じゃあそれらをこうシステム的にどういうふうに実現するんだっていうのが、最後システム的観点というところなんですけれども、まあ、どこまでをこうオンチェーン、オフチェーンでやるのか、これはあのブロックチェーン上でどこまで扱うのか、まあ、データをブロックチェンに記録するのかっていうそこのすみけの。 議論ですねであとあのスマートコンタクト、まあ、やっぱりトークンの発行ですとか、まあ、トークンの分配などをこう自動化する際にはこのブロックチェーン上でこうスマートコンタクトっいうもので実装していくわけなんですけれども。 あの、やはりこのスマートコンタクトのセキュリティっていうのは非常に重要でして、あの、まあ、海外の事例でも、まあ、そういったハッキングなどを受けてですね、あの、数百億とか、まあ、数十億っていうのが、あの、被害にあったりっていうのも、まあ多々、ただ出てる領域ではありますので、まあ、そういったところのセキュリティ部分っていうのは非常に重要ですし、あとは、あの、どこまでこう、外部公開化するのか、まあ、OSS 化するのかっていう観点等もあります。まあ、あの、ここにも、あの、書いてある、あの、どのブロックチェーンを使うんだとか、まあ、いろんな観点があるわけですね。 こういったのトークンを活用した Web サービスというところで、まあ、代表的な例を挙げていきたいんですけれども、あの、最近のキーワードでいくとこう、X21、プレイ21とか Move21 というところから。 の、まあ X、っていうところなんですけども、まあ、この何,ちゃ何々するとこうトークンがもらえるっていうところで、まあ、トークンが稼げるみたいなものですけどもあの、一番有名なところで言うと、プレイトゥーアンっていう概念かと思います。まあ、ゲームをしてるとあの暗号資産が稼げてですね、それでこうあの実際生活できるみたいな話ですけど、まあ、アクシーインフィニティっていうのは皆様お聞きされたことはあるかなというふうに思ってます。まあ、これはあのブロックチェーンゲームですけども、まあ、ピーク値二280万 DAU を突破するほどですね、まあ、結構多くの あの、まあ、ブロックチェーン関連のサービスだと、非常に一番使われてるサービスだったんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、累計売上もですね、あの、2 0十0年2月時点でいくと、ま、5000億を記録するなどですね、まあ、非常に、あの、大きな金額が、あの、動いてたものになっております。 で、まあ、東南アジアは特にあのフィリピンとかベトナムでですね、あの非常に盛り上がってまして、なのでそのゲームをした時にあの NFT がもらえるんですよね。で、その NFT をまあは、あの売却することによってあの暗号資産がもらえるんで、で、その暗号資産をさらにあのま、取引所等で売却すると法定通貨に変えれるというところで、本当にま、ゲームで得たアイテムっていうので、あの、所得になるというところで、当時はあのま、ちょっと暗号資産の 価格の推移の問題もあるはあるんですけども、あの当時でいくと、このアジアの平均所得以上をこのゲームで稼げるというところで、あの非常に話題になってあの、多くのユーザーが入ってたというようなものになっています。で、ステップンっていうのはムーブトダウンと言われるものですけども、まあ、これ日本でもあの非常に話題になっていたかなという,う思ってまして、まああの、歩いて稼げる、走って稼げるみたいな結構なんか、んですか、パワーワールド的なものだったとは思うんですけども、 あの、まあ、今までこう、ウォーキングアプリってたくさんあったと思うんですが、まあ、これはあの、歩けば歩くほど、まあ、このトークンがもらえるっていうコンセプトで、あの非常に、あの、注目を浴びて流行ったものなんですけれども、まあ、ピークの時はですね、1時間歩くだけで1万円分のトークンもらえたというところで、確かにま、これ、やる、やらない理由ないよね、みたいな話ではあるので、まあ、そういうところでは本当にこう、半年で50万 DAU に行くほどですね、あの、すごい盛り上がったものになって で、まあ、こういったものをですね、非常にこうトークンっていうものを中心に置きながら、まあ、当然そのサービス設計とか UIX も非常に重要なんですけども、まあ、そのトークンの価値とかトークンの動きっていうものに、いかにこうユーザーを巻き込んでいくかっていうことを、あの、しっかり考えてですね、うまくいった、まあ、一つ、まあ、一つ二つの例ですね。 でただ、まあ、トークエコノミクス、トークノミクスって言われますけども、あの、まだまだ課題が当然ありまして、まあ、先ほど申し上げたように、こう、セキュリティリスクっていうところで、先ほどのアクシーなんかはですね、あの、まあ、ハッキングの被害にあって、あの、750億円以上、まあ、相当がですね、盗難にあったりですとか、あと、あの、ステップンはですね、まあ、投資家保護の観点で少しちょっと指摘があったというか、まあ、ちょっと、 あの、批判された部分もあったかと思うんですけども、あの、先行してるユーザー、ま、あと受給によって価格が決まるという、先ほど申し上げたので、あの、やっぱ最初のユーザーっていうのは、あの、需要が高まれば価格が上がるので、そこでまあ利益を得れるんですけども、後発で入ったユーザーホールですね、まあ値上がりっていう観点だけ見ると、あまりこう、うまみがないというか、利益を得れなくなるような形になって、 いうことが多くです。まあ、それはもう構造的どうしようもないところもあるんですけども、まあ、それがですね、ちょっとその極端なあの構図になってると、まあ、ポンジスキーム的なものになってるんじゃないかっていうところで、やっぱり批判の対象になったりですとか、あとあの、価格がですね、急落してたときに、まあ、実際の実需がないと、あの、価格がど,ど,どんどん下がっていってしまうので、まあ、いかにこうトークンっていうものに、まあ、そういったこう、投資的な、投機的な側面だけの 需要だけではなくて、実際その Web サービスに価値があるですとか、まあそれを NFT でもトークンでもいいんですけど、それを持ってることが、何かしらのこうユーザーメリットがあったりですとか、そういったの投機的な観点以外の受給を作っていかないと、やっぱこう投資家がもしくはその入ったユーザーっていうのを、ただまあ、投資的には損させてしまうっていう機会になってしまうので、まあこういった部分っていうのをしっかり設計していく、もしくはまあもうちょっとこう、まあリテラシー等も含めてですね、整っていかないとあのいけないのかなっていうところはございます。 はい。なので、まあ、今の観点などをお伝えするとですね、まあ、トークンエコノミクス考える際の観点、ちょっと多い割に結構難易度も高いというところで、まあ、あの、トークンエコノミクスのところについては、まあ、非常に経済学的な観点ですとか、まあ、ユーザーがどう行動していくんだっていうのは、ちょっと行動、あの、経済学、行動心理学的な側面ともあるので、まあ、非常にこう、設計の難易度が高いですし、まだ、あの、デファクトスタンダードみたいなものってのは出てきてない領域であるので、まあ、本当にこう、考えることが多いと。 でただその企業がですね、この Web3 サービスっていうのを作っていくにおいては、まあ、この経済的観点、やそのトークンを中心にしてどういう,こうユーザー体験を作りたいのか、まあ、ユーザーとウィンウィンのですね、Web3 サービスを作っていくのかっていうところが一番重要なポイントになってきますので、まあ、その本来は企業はここに注力すべきポイントなので、あの他の法的観点とかシステム的観点っていうのは、まあ、専門性の高いプロフェッショナルに任せて分業していく領域かなというふうには思っています。 で最後、ま、ちょっと我々の、あの、宣伝にはなってしまうんですけれども、Web3 サービスを作るためには、あの、先ほど申し上げた Web2 サービスと、そういうトークンを扱う部分を組み込む必要があると。 いうふうに申し上げましたが、まあ、我々は、こう、銀行っていうのは Web3 Development Solution っていうものをあの提供しておりますので、な、ま、ん、あ、で皆さんが Web3 サービスを作るときに、まあ、既存の Web2 サービスとか Web2 サービスとしてのところを作るのに、我々のソリューションをくっつけていただくと、Web3 サービスを作れる。プラス、そのトークンの設計など、そっちにまあ注力いただく時間をより当てれるというようなところをご提供しております。 でまあ、特にそのデジタル資産というところでいくと、あのブロックチェーン上のトークン、まあ、暗号資産、NFT など、まあ、いろんな呼び方があるという,うに申し上げましたけれども、まあ、いろいろなあの領域をで網羅的に我々カバーしておりますので、まあ、でまあトークンを使ったビジネスというところでいくと、まあ、どの領域でもまあご一緒できるケーパビリティを持っているというところですね。まあ、我々は金融機関ですとか暗号資産、交換業者様など、さまざ、あ、まなあの企業様とあのお取引させていただいて、信頼関係を構築しているというところで、 Web3 プロダクトを開発される際はぜひお声くださいというところで示させていただくんですけれども、なので、まとめとしてはですね、Web3 サービスというところは、このトークンというものが非常に一つキーになっておりまして、これからはユニットエコノミクスという考えだけじなくてですね、このトークンエコノミクスというものを考えたプロダクト開発が必要になってくるというところで最後まとめとしたいと思います。皆さんどうもご清聴いただきありがとうございました。森川さん、ありがとうございました。 それではで、ね、QA タイムに入っていいきたいと思います、えー、QA タイムに入る前にです、ね、ちょっとこちらから質問をさせていただいてまあ、ちょっとね、森川さんから、ね、Web3 アプリケーションを開発してみたいかという,ような質問があったので、こ,れち,ょっとあのこちらから質問しているんですけれども、いかがでしょうか。この間にです、ね、質問がある方は、スライドの、ね、QA の画面から質問を入れておいていただければと思います。 川さんいかがですかね、6、3ぐらいですかね。すごい、半、<laughs> 半、半に近くなっていったんですけ、ね、ど <laughs> ちょっと、まあまあ、そうですよね。えー、でも、私はんこれを見て思ったのは、えこんなにあの Web3 対応のアプリケーションを開発してみようと思っている人が、まあ、ちょっといるのかっていうのは、すごい今日驚きましたけれども。も思ったより多いかもしれないですね。うん、でもまあ結構 まあなんかでも今日の趣旨としては、Web3 プロダクトっていうふうに言うと、なんか全部こうゼロスクラッチで作らなきゃいけないっていうイメージを持たれてる方も多いんじゃないかなっていうところもあるので、そういった形で作るっていうのも一つなんですけども、既存サービスに Web3 の要素を足していくっていうような動きも、さっきすごい増えてますので、そういった意味でも、両方のこうアプローチの仕方があるのかなとは思ってます、はい。 ありがとうございますちょっと質問の時間がですねえっと5分ぐらいしかないのでえっと質問の方にあ、もう本当に160名の方に <laughs> 投票してもらってますけれどやたいです、ね、ありがとうございます質問の方にちょっと移りたいと思いますその質問の方ちょっと移ってもらえればと思いますはいえー、最初の質問ですねえトークン経済圏を持続可能なものにするための現実的な手法はどのような形にするのがいいでしょうかまたそれについて <laughs> と今ちょっと変わったんですけど、それについてどう思われますか？みたいな質問がありました。けれどもこれいかがでしょうか？ありがとうございます。例え他の質問も拝見してると、あの、はい、似たようなあのエクストアにおける持続的なスキームはっていうような話とかも。まああるというのもまあ、書かれてるのを見たので、そのトークンの経済圏っていうところにおいて、やっぱその持続性っていうのは非常に。 今、課題視されてますね。トークンの、まあ、トークエコノミクスっていうことだけではなくて、まあ、そのトークン自体の,ちょっとその上がり下がりっていうのも直近ありましたので、まあ、一概にそのトークンエコノミクスがいい悪いっていうのだけでですねトークン価格が動いてるってわけではないんですけれどもあのよくまあ先ほどその私が例で挙げていたそのステップですとかっていうのでもすごくその、まあと アクシディもそうですが、あの指摘された点としては、まあ、初期にユーザーが、まあ、NFT などのこうデジタルアイテムを購入してから、そのゲームないしはまあこうウォーキングのサービス、うん、体験というのを得れるとで、それによってトークンをもらえるという,う構成になっているわけです、はいはい、要は最初に一定の資金を投資しなきゃいけないというのはスキームになっているわけですね。で実際その後のの後還元といいううもがーン形で 出てくるわけけなんですけども初期にユーザーが支払っている対価というものを後半の,そのユーザーに対しての還元に当てているだけなんじゃないかというようなところがありまして実際、そういう側面もあったというふうに思っていましてそうやっぱ新規参入のユーザーが、まあ、あの減っていくと。 どんどん,どんこう還元というのが減っていってしまいますので、それだけだと、やっぱこうちょっとポンジュ的なスキームになっていて、持続性がないよねという,ような指摘がまあ受けられているところとで、まあ、ここでどういうことがありうるのかというのは、まだ東京エコノミストについては、もう,こう正解がないので、各社 PDC 回収状態だというふうには思うんですけれども。<laughs> はい 一つ分かりやすい例としては、バ、あのーまあ、イナンスっていう会社がありまして、バ、はい、イナンスの,の BNB っていうトークンを出してるんですけれども、はいはい、彼らの、まあ、トークンというのも、まあ、彼らが出しているバ、まあ、イナンススマートチェーンというそのブロックチェーンの、まあ、いわゆるネイティブトークンといわれるものでもありますし、BNB っていうものをいろんな決済に使えるとか、はい、いろんなユースケースを作ってあるんですけれども、はいはい、そのトークン価格の安定性というところにおいては、一番彼らが分かりやすいじ。あの 施策としててやっるるのはのは BNB の、うん、却をすすんですね、うん、れ株式会社が自社株をこう買って焼却するような形と同じでして自分たちの利益でそのトークンを買い上げるっていうことをしているのでその発行量が減る、はい、それによってこうトークン価格がまあ上がる傾向にあるっていうまあ形はとってますね。<laughs> <laughs> なので、私は何が言いたいかと言いますと、そのトークンエコノミックスでったときに、ユーザー感だけで生み出す価値、もしくは何かしらのこうユースケース、持ってるだけ嬉しいみたいなものも大事なんですけれども、それとは別の,、まあ、このサービス、もしくはそのトークンの絡んだこうウェブ、まあ、もしくは事業というところの収益。 っていうものがしっかり立っていかないと、まあ、事業者側でこのトークンの価値っていうことを、まあ、ある意味、担保ってちょっと変ですけれども、まあ、持続させていくっていうことは難しいのかなっていうありがとうございます。森川さん、えー、とあとね、2、3分で15個をやらないといけないんですけれど <laughs> 分らない,いけない状態なんですけど、ちょっと無理なので、ちょっと、あのー、この辺ちょっと見て、ですねどのあたり、ウェブ2とウェブ3の違い。 アプリケーション開発するときにどうすればいいかとか、こ,この Web2、Web3 のこの違いみたいなところを少し、えっと、話してもらえませんか ウェブ2、ウェブ3の違いというところは、そのプロジェクト開発という観点では、あまりこう難しく考えすぎない方がよろしいのかなというふうに思ってまして、はい、あの私のプレの、まあ、ゼンの中でもお勧めしたようにこう、ウェブサービスっていう、今まであった部分に対して、まあ、こうウェブ3の場合ってこうデジタルアセットっていうものが絡んでくるというような話があるので、まあ、デジタルアセットのないし、トークンといわれもですね、トークンというものをウェブサービスにこう組み込んでいくと。 なんか先ほどこうエンベディッドファイナンスみたいな話もありますけど、そういったときでトークン機構というものを組み込んでいくという考え方の方が近いかなというふうに思っておりまして、はいでまあ、これは別に Web3 だけではなくて、まあ、AI ですとか、まあ、VR とかそういうプロダクトを作る場合でも、その部分と Web サービスの一般的な部分というのは、<laughs> まあ同様にこう別々に存在するというふうに思っていまして、はいはい、それをいかにこう組み込んでいくかという考え方ですので、 なんでプロジェクト開発ってとこにおいては、あまりこうスリー3だっていうので、こうちょっと構えない方があのこうプロジェクト開発っていうのはもっと前に進んで、いろんなプロジェクトが出てくるんじゃないかなというふうに思っていますまあ1か0かというよりは、まあ、共存というか、うん、そういうふうな形ですと、うん、さっきもねあの裏で話してましたけど、うん、Web3 が出てきたからといって、Web2 のアプリケーションがこうなくなっていくわけでもないですし、うん、アプリケーションはね Web3 か Web2 とか、そういう感じじゃないんですよね、おそらくこう。 あのプラグイン的に、ね、Web3 の,のコンポーネントというか、あのモジュールをこう追加していくようなサービスが増えていくというふうな認識で大丈夫でしょうか。はいあの、そういう認識で、まあ、アプリケーションという領域においてはそうだなというふうに思ってます。あありがととうございますす個、ねえっと、御社のプロダクトに関する 銀どのブロックチェーンなのでしょうかとか、あといくつか質問があったんですけれども、銀行さんのブロックチェーンのプロダクトに関して、ちょっとあのもう少しお話、残り2分ぐらいで,です、ね、話をしていただければと思います。ありがとうございまれ、まあ、我々のプロダクトというのは、我々その独自のブロックチェーンというものを用意している、構築しているわけではありませんでして、さまざまなあのブロックチェーンに対して、 あのアプリケーション側からこう、まあ、何かしらデータ内容ですとか、まあ、通信するときに API ベースでどのブロックチェーンにも対応できる形でミドルウェアを提供するという形になっております。でまあそうすることでですねやっぱりブロックチェーン、まあ、多だ種類ありますしそれぞれやっぱ用途によってあの優劣、まあ、どれがいいというものがあったりしますので,でそれをあのアプリケーション側で個別にすべて対応しに行こうとするとすべ、まあ、ての仕様すべ、まあ、てのこう見た口にです、ね、こう合わせにいかなきゃいけませんので。 まあそれはもう開発工数が本当にもう膨れ上がってしまうと、でそこをわれわれ、まあ、銀行ブロックチェーンベースというのがあるんですけれども、まあ、そこのミッドルウェアを提供することで、アプリケーション側からすると、我々と接続するだけで、すべてのブロックチェーンに対応できるという、そんなサービスを提供しております。ありがとうございます。ちょっと私からの質問なんですけれども、御社のこのプロダクトで、Google クラウドのサービスなんかを利用されたりしていますか、でしょうかあそれではいご利用させていただいておりますありがとうございます。 あの最後ですかこうすごいあの13いいねがついてるんですけど、これだけ少しコメントをいただいて、終わりにさせていただければと思います。えー、プライベートチェーンを使ったサービスは結局、プラットフォーマーに管理されているという意味で、ウェブ2と変わらないようなものですが、そのあたりお考えをお,お聞きしたいですという質問ですね。はい、ありがとうございます まあ結構これ思想の話もあるとは思うんですけど、あのまあ、プライベートチェーンというのは本当に一社に閉じた環境での,あのブロックチェーンのあり方というふうにすると、まあ、私の考えとしては、質問者の方の考えとは同様で。 それだととあままりり拡張性がななないいいんじゃないかなというふうに思っております。ウェブ2と変わらないというところにおいてどういうふうに考えるかという話なんですけれども、まあ、今回はウェブ3サービスという観点でそのトークンというものがこうサービスグロースに新しい要素と入ってきましたという話をしたんですけれどももう少しそのシステム的な観点でいくとこのデータの共有範囲というところがまあ共有 <laughs> 共通基盤として使う部分が増えていってるというところかなというふうに思ってまして、これはのプロダクト開発の現場でもそうだというふうには思うんですけれども、ブロックチェーンというのはそのデータ層というところにおいて、まあ、同様にまあ複数の企業、まあ、個人ないし、まあ、そういったステークホルダーというところが ブロックチェーン上のデータを共有して使えるというところが一番大きいところかなというのを思ってりまして、プライベートチェーンのように一社に閉じた形だと、その一社が各社に対してデータへのアクセス権を許可、もしくは許可しないという、この関係から抜けれないんですよね。でブロックチェーンの場合だと、まあ、そのみんながこう同一のピアとなって、まあ、同列のピアとなってです、ね、データを共有して、別にそのブロックチェーン上のデータを使うことに対しては、そういう,こう承認、非承認の関係性にないと。 ここが一番重要でありまあ、こうウェブツーとウェブ3の魚というふうには思ってますありがとうございます、えー、他にもですねいろいろ質問をいただいていたんですけれどもちょっと時間の都合上こちらで終わりたいと思いますまたですねもし機会があればですね森川様銀行様にですねあのこちらお越していただいてもう少しねあの深いところを聞いていきたいと思います、えー、今日はですねこちら森川様ありがとうございましたはい皆さんありがとうございました